皆さんごきげんよう。私の名前は愛し彩乃。突然だけど私には大好きな先輩がいる。毎日先輩の写真を眺めては胸のドキドキが止まらない。ちなみに今何をしているかというと、盗聴した先輩の声を聞きながら盗撮した先輩の写真のフォルダーを整理している。ああ先輩は見た目だけじゃなくって声も素敵。いけないいけない、先輩の声聞いてたらいつの間にか時間が経ってる。早く学校に行かないと。やっぱりヘッドホン越しじゃなくって生の先輩の声を聞かないとね。私のような人間は他の人から見たらもしかしたら少し狂気的に見えるかもしれない。あ、ちなみにこの空き缶は先輩が捨てた空き缶。え、ただのゴミじゃないかって。私からしたらこれはゴミじゃないの、宝物。いけない、こんなこと言ってたら学校に遅れちゃう。先輩の顔を1秒でも長く見たいもの。あれ、あそこにいるのは先輩？誰かと話しているみたいだけど、あれは女子生徒？一体どんな会話をしているのかちゃんと聞かないと。ねえあなた、私があなたにお弁当を作って差し上げる。言っとくけど、私が男性にお弁当を作るなんて初めてなんだから光栄に思いなさい。え、本当に？それはすごく嬉しいよ、ありがとう。あ、何あの女、先輩にお弁当を作るですって？しかも先輩も先輩、嫌じゃなさそう。うん、あの木の陰で見ている生徒は誰？もしかして友達？なるほどね、あの子の応援をしてるってわけ。許せない、私の先輩に変な虫がついた。あの女、どうしてやろうかしら。おさな、うまく話せてたみたいでよかったね。うん、当然よ、私と話せるなんてご褒美でしょ。私も変わったわね、あんな庶民を気にかけるなんて。ふーん、名前はおさなっていうのね。上等じゃない、私の先輩に近づくやつは全員抹殺してやる。それにしてもあの二人いつも一緒にいるわね、ニコイチってやつ。ちょっとくらい一人になりなさいよ。私少しお手洗いに行くから先に教室に行っといて。よし、これはチャンス。トイレだったら誰にも見られずに抹殺ができる。見てなさいオサナ、私があなたを消してあげるから。バカね、私の先輩に近づこうとするからよ。ほら、何やろうとしてるの？うわ、何この子強い。おさなに手を出す人は私が許さないから。何よあの子、ダメだわ、あの子がいたらおさなに近づけない。どうにかして二人っきりになれる方法を考えないと。うん、すごくおいしいよ。あ、本当にありがとう。まあ当たり前だけど。あー、ムカつく、先輩とあんなにくっついてご飯を食べるなんて。ていうかあいつもあいつ、こんな時でもなんで隣で食べてんのよ。ダメダメ、これは冷静に何か考えないと。まずあの友達を引き離さないといけないわね。待てよ、あの子かなり強かったわね、もしかして。ああ、ライバルさんのことか。確かにあの方はキックボクシング部のエースだったよ。俺もあの人に憧れてこの部に入ったんだけど、まさかあの人が辞めてしまうなんて。なるほど、部活を辞めてまでもあのおさなのそばにいたかったってわけね。じゃあ私がライバルちゃんにこの部に戻ってくるよう説得してあげる。本当かい？もし戻ってきてくれたらそりゃすごく嬉しいけど、そんなことできるの？できるかどうかはわからないけど、あなたと話をすれば何か気が変わるかもしれないわ。あの、
ライバルさん、今ちょっといい？あ、さっきの人、何？なんかよ。それとも、まだ私にボコられたいの？違うわ。実はそのキックボクシング部の現部長があなたのことを呼んでいるの、言ってあげた方がいいんじゃないかなって。セミオくんが？私に一体何の用？言ってあげなさいよ。私は一人でも大丈夫よ。わかった、すぐ戻ってくるね。本当にすぐ戻ってきそう。よし、これで邪魔者はいなくなったわ。っていうか早、もうあんなところにいる。ここで抹殺してもいいけど、ちょっと目立つところね。自販機もあるし。こいつを殺害するのに最適なところ。そうだ、いいこと考えた。ねえねえ、おさなさん、さっきあなたの下駄箱に何か入れてる生徒がいたわよ。え、私の下駄箱に一体何を？これは手紙？何何？屋上に来てほしい？あなたの秘密を知る者より？これだったら気になって屋上に来るでしょ。そこがお前の墓場よ、幼なじみ。何よ、誰もいないじゃない。やっぱりいたずら？幼な、消えなさい。やったわ。私の先輩に近づくからこうなるのよ。本当に滑稽だわ。あなたと先輩が釣り合うわけないのに。でもこのままじゃまずい。誰かに見られたら警察にも連絡されるだろうし、どうにかして証拠は消さないと。よし、これで血は拭き取ったわね。あとはこの死体をカバンに詰めて。うっ、重っ。こんなに人って重いの？とにかくこれを早く焼却炉に。うむ、綺麗に咲いとるな。やはり花を見ると心が落ち着くわい。やはりうちの学校は世界で一番平和な。おや、君なかなか大きいカバンを持っとるね。どれ、わしが手伝ってあげようか？あ、その、結構です。この中にはその、女の子特有のものが。ああ、これは失敬失敬。とても失礼なことをしてしまうところだったね。危ない危ない。なるべく人に見られないようにしなきゃ。あれだ。よし、あとはこの中に入れれば。さようなら、おさなさん。この後、おさなさんが行方不明になったと警察に捜索願いが出された。けれど、おさなさんは見つかることさえできなかった。そりゃそう、私が燃やしたのだから。完全犯罪、証拠は何も残してない。私の勝ちね。先輩、何を驚いてるの？そんな情けない声出さないで。これでやっとずっと一緒にいられますね、先輩。最近先輩の周りに変な虫がたくさんつくから、こうやって監禁しちゃえば誰も来ないでしょう。これから私たち幸せになりましょうね、先輩。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。